どうもどうぞ、プラビットのタセとハレイトとテイタです。本日バスライド東京トヨスピット公園でございます。大阪に引き続きなんでね、はい、割とそのバズの人らと仲良くなったというか、はい、そのまあ仲いいところからさらに仲良くなったなっていうのを感じたんで、うんうん、ちょっとなんか仕掛けてやろうかなと思っております。はい、お結構やっていいなと思ったんで、うん、今回はあの可愛い子を連れてきたんですよ。はい、どういうことそれは。趣味で趣味で連れてきた。趣味で。いや、というよりは可愛い子に男って反応するじゃないですか。まあまあまあ。だからもしノンラビの楽屋に可愛いスタッフいるよって言って、うん、何人ついてくんのって気になるんですね。釣ってやろうかなと思って。でもそれって結局ついてきたやつが悪いんで。確かに確かに。その別に僕らは悪くないですよ。はいはい、普通に可愛い子をスタッフとして連れてきて、まあまあね、うん、お手伝いしてもらってるだけなんで、うんうん、釣れたやつらが悪いっていうことでね。はい、誰が釣れるのか。じゃあまずその導入になる1人目、はい、もう目星ついてます。ちなみに田中だ名前に行きたいと思います、はい、レッツゴー。ノンラビオランの皆さん、こんにちは。ノンラビより少しだけ人気があるチームの人です少ししないでしょ。いや、変な、変なチームの人ですよ。なんか、まあバズライド出て、そのバズライド踏まえて、お姉ちゃん、殺すことだもんだ、お前。なんでぶっ殺す。かわいいじゃねえか。かわいいっすか。え、俺らのスタッフ基本あんな感じだよ。え、今日マジ可愛いですよ。いや、カット多いな。ほぼ、今までほぼカットうちのスタッフ、誰可愛い選手権あります。あ、いいよいいよ。失礼します、失礼します。アイドルチームじゃないか、これ。めっちゃ可愛くないですか。あ、もう絶対違うでしょ。かしこないだろ。何歳か言ってください。尋問始まった。こっからも田中さんに任せるから。18歳です。18歳です。面接なの？何これ？マネージャーなんですよ。マネージャーです。彼の名前は？田中さんです。お？田中さんです。口って言ってたよ。いやいやいや。誰がいいですか？誰がいいですか？本気で選ぶな。なんだそれ。鼻の下伸びすぎた。田中さんにばらまいてほしいんですよ、この情報。どういうこと？あのノンラビのスタッフマジ可愛くてやばいよみたいな。おーっていう、まずその最初の一人作りたかったんですよ。もうワンステップ目行きたい。誰いやでも本当誰でもいいですよ。全然。あ、じゃあちょっと田中さん今俺と一緒に行きましょう。あ、いやそれ、ただ俺あの子とずっと見つめられてる。なんで？あの、二度目まして、こんなコードです。そうですね。はい。で、それじゃないですか。で、スタッフ。なんで？なんでこんなに可愛いの？いや、もう、おかしいよ。これマジなんですよ、俺。マジっすか？これはバズったの。唯一バズったの違いない。唯一混ざってるところが。これ強いですね。え？アイドルとかじゃないですか？じゃなく、ちゃんとスタッフ。お、アイドルは撮ってますよ。それはこれ見えちゃった。あ、これはでもこれ関係なくないですか。何にもこれアングル的に。確かに。さっきのはスタッフじゃないドッキリというか、今その可愛い女の子をスタッフにいっぱい連れてきてバスのクリエイターを集めようってやってて。あ、なるほどなるほど。釣ってる最中まんまと釣られてる。あ、そうなのね。あー、可愛い子、可愛い子いるんですよって言われた時に何人釣れるのかっていう。で、俺二人目っすか。そうそう。あはは、やっぱやっぱ釣られちゃった。ちょっと待って、はい、わかりました。任せてください。紹介してもらって。頑張ってください。釣りに行きましょう。俺も一緒に行きましょう。ジュキヤ君、もう分かった、もうあの辺で分かったもん。そう、かわいい。
返したの？返さない。いやいや。子犬。どういう動き？尻尾めっちゃ。間違いない。コービー覚えてます。どういう動き？ノーキンペッパーやん。いやいや、スタッフ、スタッフだって。え、ノーキンペッパーなの？ノーキンペッパー。え、おしっこかけていいってこと？どっから？どういう会社？やっちゃいましょう。おしっこかけていい。でかいな声が。急に動画の声出すよ。あ、これ動画撮ってんな。動画撮ってんな。大きい声出さないで。大きい声出さないで。お前ら YouTuber だったらしいな。売名か。売名しにバズライド来たんか。でもこれ俺らの動画なんで。そのバズの男たちは多分性に飢えてて、可愛いスタッフがいるって言えばホイホイついてくるだろうって言って引っかかったらお前らだろ。何も言えなくなっちゃう。やっちゃった。左の子だけ名前を知る。山本ゆらちゃん。いや、どうして知れないよ。わー、全員知ってる。どうぞ。ヤギから。ヤギちゃん。はい。すごい、すごい。パンダさん。パンダです。あ、ちょっと漢字読めなかったな、ちょっと漢字が。知れなくなっちゃった。以上でお送りしてる。あれあれあれ、それは後で。あんま詰めないよ。あんまハンプ使ってないよ。やっぱバズ釣れるわ。下向ける。やられたな。いやマジ難しい。ダッシュできたらめっちゃ熱いわ。俺目キラキラしてたんだよ。やっぱ釣れますね。はい、僕捕まえに行ったじゃないですか。はい、その特に何も言ってないんですよ。あ、向こうから。あ、やっぱ本当に釣れるんですか。いや、というかその千早くんが、ジキヤくん、可愛い子いますよって言ったら、そんなの走ってきたの。しっぽ。犬のしっぽが素早く左右に揺れている場合は、楽しくてワクワクしていることを示しています。まさに嬉しいという感情が出ていますね。それきちい。あ、かすちゃんだ。あの、人見知りですか。あ、ですよね、ですよね。僕らも人見知りで。犬の尻尾が素早く左右に揺れている場合は、楽しくてワクワクしていることを示しています。まさに嬉しいという感情が出ていますね。あの、話したかったんですけど。本当ですか。ありがとうございます。あの、CD を渡したいんですよ。いいんですか？いいんですよ。ちょっと今持ってないんですけど。なんで？あるある。あるある。ナインティーンゲッターの皆さんにやりたいと思って。出てきたやつですね。どうやって釣ったんですか？可愛い子いるよ。いや、ジュキヤ君が会いに来たかったらしい。また。で、一人で来るの恥ずかしいから。今そのダッシュで CD 撮りに。ああ、ありがとうございます。ちょっと並べてせよ、待って。カス時間ないんで。マネージャー。ということで、可愛い子が
ノンラビの楽屋にいると分かった瞬間、やっぱりいっぱい来る。それだね、うん、というか、ジュキヤ。だってカスちゃん連れてきたらなんて、だってもう関係ない。やばいよ。会う口実作るため。なんでもよかったもん。ねえねえねえ。ということで、ジュキヤめっちゃ優しいっすね。はい、検証結果、検証結果。そして今回可愛かったのは南京ペッパーでした。ありがとうございました。あれやって終わろう。なんてかです、なんてかです、なんてかです。あ、やりたい、俺らもやりたい、俺らもやりたい。ゆうです。ゆうたんです。はちゃんです。やぎちゃんです。やーちゃんです。まっちゃんです。はまちゃんです。せーの、な、う、き、う、べ、ぱー、ナンキペッパーです。はまちゃんつってダウンタウンしたい。あー、お前は。ナンペが帰った後に楽屋に来たテオくんは少し悲しそうでした。めでた、めでた、めでた。